ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいので、よろしくお願いします。お願いします。ボコボコ。やっとロイズメディック。早めに離脱すると思います。ハム太郎。ロイズメディックです。スリカハム太郎。ジオメディックなんですけど。ジオメディック3人かな。メディック3人、了解。死ぬほど殺すよ、ハム太郎。ノイズがメディック。大好きなのは、ノイズとラキルチとあと人の死を見ること。西尾になった？西尾になったんから。めっちゃ怖いハム太郎。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。自分こそ。引き上げまーす。全員殺すのだ。怖い、このハム太郎怖い。引き上げます。ドライバー全員で脱出したいからね。みんなで協力しよう。疑うのはやめよう。とりあえず材料何ですか？疑え素材基盤です。結局はい。ディフェクターはどなたですか？ポノズメディックです。メディックノイズ。じゃあピッケル作ります。のなんとかさんもメディック。ノイズ。ラキルチもメディックです。はい、オッケーです。待て。こちら普通のトレーダーでーす。同じくでーす。小屋開けします。ここありますよ。ここ。ちょっと確認していい？一応。あ、はいはい。どうしますか？離脱とか。離脱します。早めに。あ、了解です。あ、じゃあ川渡しましょうか。もう一人お願いします。小屋開け。行きます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 。お願いします。川渡しますね。じゃあちょっとあと一人来れません？あれ、キャビン来れますか？キャビン。行きます。行きます。了解です。はい。ペアトラップさんがディレクターなんでどうぞ。キャビンの倉庫入れてもらいます。キャビンのはい。ボックス入れます。一ゼロ。なんだっけ基盤か。ゼロ。基盤ですね。入れた。あとあれも入れとく。はい。先輩も入れとく。時計回りに行きますよ。やったー潜伏だ。ですね。あ、そっちはもうないかな。多分ないと思います。NE かな。NE かな。NE NE かよ。オッケーオッケー。ああ、そっか。歯車ないかな。あったら言いますね。小屋見ます。小屋見るわ。よかよか。あったあった。マジゼロ。ゼロ、嘘。マジ？あ、マジ。嘘。だよ。右上クマ部屋開けまーす。はい、はい、次あ、クマ部屋ある。クマ部屋これ開けるよ。じゃあ中身取った？ベトラさん中身取った？これたまだ取ってないっぽいよ。開けただけ。準備揃ったんで開けます。開けたらあれだ。応急とかあります？応急も足りてる？次は2つあるんで大丈夫です。オッケーオッケーオッケー。メリックって言っとけば、応急取れ、薬草取れるから。あ、オッケーオッケー。じゃ、なっけねじゃん、基盤。マジかよ。三ですね、基盤三ですね。死んじゃう。まあ、ゆっくりで、いいんじゃないかな。ああ、このうち待つしね、ブッシー。そう、一回目。あれ、じゃあ、ラブ開けません、今のうちに。そうだね、ラブ開けません。どこだ。ゼロになっちゃった。あれ、ペアトラさんいます。初めて知った。あ、今どこだ。あ、こっちもありますよ、小屋。はいはい。あと一人来てほしいです。はい、行く行く。あー、今どこだ。あ、ここ。じゃあ俺ラボのとこ探しに。ラボどこですかね。ラボ下じゃないかな、多分。じゃあお願いします。あれ、マジか、ゼロだ。嘘、ゼロだ。全然ない。やばいですね。嘘。嘘。やばい。いいですね。ちょっとやばい。使いましょう。ラボ開けたら足りるんじゃないかな。あ、こあったあった。左から2番目、毒薬あるんで。あ、もう絶対開けるマン。
ラボキャビン下 S 側キャビン S 側 S 側面から下はい SS ここかキャビン付近ラボ開けましょうラボラボ了解、はいはい、ラボ開けましょう下下下ラボ下ラボ了解いや左側にある俺左行くわ了解了解これで自白剤取れそう。こういう工夫ができるからな。ここは遅延しなくてもいいかな。今どの辺あさってます方角は今 S から時計回りに行って SW S から時計回りの回エフェクターいるんですか あ、誰か取れたボックス開けた誰か取れたボックス開けたあれだよ自白剤の自白剤の音じゃないあれだよあ自白剤かうんこれかあーすいません勘違いした、はい、ちょっと似てるからね私が取ったよ自白剤あー誰がですか私センター恐怖症を取りました。自称メディク今何人いる？キャビン付近。ノイズさんと。いや俺は。なんだっけ。ここの。自称メディクはあったラキールキラキールチさんとあと誰だっけ。ノイズさんとあと一人誰だっけ。はい自称メディクですよ自称メディク。エアトラップさん。ああ電線の影らしきものが見えた。あとノイズさん、はい、W、S、W? ノイズさん、メディック多分、W あたりだと思うけどはいうん、じゃあメディック3人だねいる誰か怪しい人いる自白剤メディック最大2だから、全員殺せば、売れた1人だと思うあ、W だねそうですねいや、サバイバーが死ぬでしょ、2人2人いや、でも、結構大きいですよ、トレーター自白剤誰に誘っかなありあんまり目もついてないんだよな。いや、刺さない方がいいよ。自白剤手伝ったよ、僕。僕、自白剤手伝った。ココノツさんと。ああ、後から来た人がいいね。誰だノイズさんも今いるっけいるか。ノイズさんいるよ。いるよ。一番最初がいたけど、うん、今。あ、俺に刺してもいいよ。俺、確証にしてもいいよ。ノイズを確証にしてもいいですよ。お家の前にいる。メアドロさんいなくねというか。刺すね。うん、俺を確証にしてもいいよ。またメアドロさんいないのそうそう。じゃあ、メアドロさんじゃん。またいないの？え、ベアトラさんいる、いるいるいる、ベアトラさんいるよ。基盤6個いるでしょ。あ、私基盤6ですよ。ちょっと嘘ついてます。豆腐基盤5を持ってまーす。ノイズさん白やったんですか？うん、白白。隠しろ。あ、じゃあ、確定メディックですね。と。あ、メディックだったの？あ、じゃあ持ってなかったの。まあ、まあいいか。メディックです。いや、メディックだったらいい。メディック取れたら絶対混ざってるから。あ、お、なんか多かったんだっけ、人数が。修理ボタンを刺してください。3人いるから。はい。私6個入れまーす。もうこれで終わりか。これから修理します。5個入れました。これだけで私次6入れます。なんて聞こえなかったな。全然了解です。あと4つです。はいはい。待ち構えて。あと青くない。ナイスでーす。それじゃボックス開けまーす。それじゃボックス開けます。こっちあったね確か。あ待ってどこ？こっち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 。ちょっと。ほらやったー。修理を持っときまーす。うん？待って待って。え誰取れたじゃない、うん、メディック。ノイズさん、ラッキールキーさん、黒って嘘ついてもいて、あと、センターさん、あ、いないでしょ、センターさん、あ、ノイズさん、うん、ノイズさん、あげるわ、何？オーケーもらっていいですか？あ、オーケーあげてじゃん、センターさんにまずあげるから、ルッチさん、いや、二つぐらい、ラッキーさんに入れて、ちゃんと証言してセンターさんにこれまずあげる、ないないない、センターさんにあげる、あ、でもあれあるよ、じゃあ基盤落とすよ。あ、基盤に俺もやたらさん戻ってきた。1個持ってていいよ。センターさんそれ残り持ってって。はい。ラキルチさんがいないね。ありがてえ。センターさんもいないね。うん、通話だね。
センターさん3個持っといて。ありがとうございます。ありがてー、完璧に揃った。じゃあ電線だけ探していきます。はい、はい、じゃあ E と S 行こう。 E と S。 じゃあセンターさん行きましょう。 OK、まあ、あ、てか寒さやばいわ。待っときます。じゃあキャビンで1人 W 向かった。で、他の人は E と S に行くように締めててる。センターさん、自分も OK3 つ持ってるんで。分かるかい。なんでそれは完全に自分用に使っちゃってください、遠慮なく。 OKOK。 ちなみにキャンプ持ってきてます？あるある。了解っす。殺すか。あ、ちょっとだけ回復していいですか。ちょっとだけ削れてるから。だったら残りは持ってくね。ハードルを大きく作るわ。あー、でも遅延殺す。回復分足りました。うん、オッケーオッケー。ありがとうございます。本当いいでしたもんね。ここで殺せんかったら追放されるからな。まだ追放されてないですよね。だから発電施設で多分壊せるっちゃ壊せると思います。足渡らないでください。足渡らないで。足落とすかもだから。はい、了解了解。お、武器庫だ。スナイパーで橋の裏、僕見てるわ。まあ、黙っといて後で報告しましょう。トレーター割れてから。下の方は橋ないよね。ないないっす。いいはないですわ。いいないね。渡れないと思うんだよね、下の方から。いや、それはとりあえず持ち帰ります。トレーター割れてるんだったら、サバイバー。橋渡れたら教えてほしい。下から。私今 E にいますね。E だから遠いかな。そうなんだ。W に1人向かって、S に多分3人ぐらい向かって、今2人で E にいる。W 結構来てたよ、何人か。あるかよかよ。あ、もう渡られてるわ。あるかよかよ。離脱したいな。離脱したいな。どうしようかな、離脱したいな。ショートカット開けられたな。下から渡れたみたいだ。あ、了解。やつたい。一回戻るか。一回戻って。あとどこでしたっけ？あと S じゃない？ S と W かな。了解です。一回ちょっと腹減りやばいから。そうですね。で、そこの小屋の裏になんか今隠されてましたね。嘘。なんか今画面に表示出たんで。なんかわかんないです。どうでした？いいはないです。いいない。あ、オッケーです。あの小屋の後ろ私が隠したかも。ああ、了解。ガンパ隠したかも。ガンパっすか。あ、ここにある。なんかインベントリフルって出てる、うん、使ってもいいですよ、全然。いや、インベマックさん。サメ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 。あ、W に電線あります。で、ショートカット2人で開けてきました。ナイス。誰と開けてきたんですかね？N43 と一緒にあのショートカットの端、開いてきました。で、ベアトラップさんとあともう1人、誰かちょっと名前忘れたんですけど、で、その3人で今、ビーコンの方確認行ってると思います。はい。ちょっと私、カマ拾ってくる。どこですか、ビーコン？ビーコン W です。あ、オッケーでーす。離脱するか。発電機壊したいな。今割れてるわ。WN の大丈夫そう。来たほうがいい。多分物だけないから。オッケーオッケー。
っとと6枚集めないとな。2枚しか手に入らなかったのか、今取れたボックスで。3枚固定でもいいと思うんだけどな。よし、おそろ壊しに行きたい。ダブル方向来れるかな。入った方がいい。そこ。まだ割れてる？割れてるっぽいな。やばい、音バグってる。聞こえなくなった音。聞こえますか？ W 行きますね。死んじゃったかな。通車壊されてるからここにいないでしょ。右にラキルチさんね。やりたい、これだったら。そうだね、そうしよう。トランキ、トランキ、トランキ、トランキいるもんね。二人いるんじゃね、これ。違う、二つ持ってるのかな。銃、二つ持ちだった。ノイズ様も。あー。始めそう。ダメだ、声するけど。あ、はい、キャンパイア一応あるよ。一応ある。あ、待って、銃声、銃声。大丈夫？大丈夫そうですか？無限にあるし大丈夫っしょ。うん、遠いから一人でなんとかなるし、あの人は。いや、ノイズさんがちょっと怖い。来ないかな、大丈夫か。いや、いっぱいあるらしいよ、応急。大丈夫か、まあ、あれで死んだらしょうがないっしょ。過信みたいな。じゃあ修理をします。いいですか。応答がないな。じゃあ切ると待ってから押します。あー、ダウンした。まあ結構削りはしたけど、キャンパイアで燃料あるから無限で温まれる。あーと、ダウンしちゃったよ。あー、オカミくんがエモいけど。ありがとうございます。うん、あ、地雷が。オカミが地雷で死んだ。左いった。オカミ踏んだな、地雷。今近い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 。待って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 、キャンファイア、キャンファイア。寒さ、寒さ、あれキャンファイア欲しい。ナイスで。応急持ってる？応急な、使っちゃった。もう一個あるよ。ありがとう。一人やったわ。ナイスナイス。それとアブシまだ取ってない2個目。よくよく。もしかしたら遠距離妨害。はい、一応発電施設は壊しておきました。ナイスです、ナイスです。物資取りに行くか。いや、まだいいか。いや、行きましょうか、今のタイミングで。そうか、ちょっと温まってから行きますね。あ、じゃあ壊してから行きましょうか。じゃあこれ何を、あのヘリパッド、ヘリパッド。まだいるから。 OKOK、あれか、発電機か。あ、ちなみにね、基板3つ置いてたから。私壊してくれ。
これちょっと倒そう倒そう。あべを気使っちゃった。ちょっと待って。あ、もう行ってていいよ。あ、これ発電機壊していく？どっちか。遠隔妨害かもしれないけど。ああ。ハチがあるわ、上。ここにハチがある。途中にハチあるけど。どこだ？武士もちょっと遠いかもしれない。はいはい。物資が遠いな。無線妨害だわ、はい、残念残念。じゃちょっと最速であれ壊していってほしいかも。あの発電機あれです。置いとくわ。あれキャンファイア拾わなくてよかった。ああもういいや。オッケー、まあ3つ持ってるから。あれハッチどこ行った？さっきあったよな。あるある。足あったどって行けばわかると思う。ああてか仕掛けとけばよかったな。地雷悩むなこれ。ハッチが見当たらん。あったあった、ハチあった。オッケーオッケー、じゃあ最速でちょっと行ってもらって。あ、置いてっか。まだ家にいるな、何人か。うん、了解了解。トレーターボックスちょっと開けとく。ナイス。オッケー。地雷が全部あの狼が吸っちゃったからもうない状態だね。びっくりした。あ、持ってきて。んー、バックがな、あれば。これ発電機壊しか、もう一回。今どこいます？物資の中にカバン入れててもいいと思うんだけど。追いかけられてる。場所は？物投げた物投げた物投げだよ。嘘。場所は？方角か方角。いやもう逃げた逃げた逃げた。物投げてきたから諦めてくれた反則で。ああ。はい、応急入っててくれ。めっちゃ頼りになるなこの相棒。あれが噛み合うね、すごく考えも。ヘリパッド前行くか。うん、一回壊してくれ発電機。いやもう壊してるから。いや治ってる治ってる。まだ壊したっけ？うん、3回壊せる。あ、でも、罠仕掛けてる、罠仕掛けてる。ベアトラップあるから無理だ。見張られてるし。発電無理だよ。
ベアトラップあるし、見張られてる。人が離れたら壊すわ。今、発電機は裏にいる。地雷仕掛けれたら、カバンに余裕あったら地雷とかとベアトラップとか仕掛けておいてほしいかも。オッケー。ベアトラップあるから気をつけて。了解了解。まだいるな。かかりましたね。もったいないね。もう意味ないんだけどね。トランキっぽいな、トランキっぽい音が。音がトランキだったね。別さんかな、じゃあ。うん。いや、もう行くしかないなというか。行くしかない、これは。うん。キャンパイこのまま行こう、このまま行こう。はい。ないね。いや、待って、これ往復する時間ねえわ。ちょ、俺残る。了解っす。最悪俺見捨てて。そっちめっちゃ向かった。めっちゃ向かってる、そっち。だよねあ、ベアトラップでやられたわ。やられたわ。オッケーオッケー。ベアトラップ仕掛けられた。ごめんごめん、やられたわ。うん、一人倒した一人倒した。大丈夫大丈夫。多分時間的に大丈夫だと思う。あと2分。頑張れわ。あー、GG でした。よしよし。呼吸があるんだよね。あー、やっとください。俺 HP ミリ。置いてく置いてく。置いてく置いてく。あ、てか上直そっか、上。あ、無理か。あ、いや、いけるよね。歯車いらないよね、確か。あ、ちょっとこれね、右下だね。あれ、お前壊したんだ。同じなんですか。下渡れるかな。歌ボックスもっと開けたいな。あー足りねえ。うわマジか。いや間に合ったのに。あーてか救援物資開けさせてもらえばよかった。いやマジか。さあ、いや、ちょっと、あ、
ここさんの下あったけどさ。トレータークレジット足りなかった。最悪間に合ったのに。これか。いやごめん。無言で殴られてたんだよね。2枚足りなかったな。やっとトランキライザー打ち込まれてたんじゃないですか。逃げてきた。ああワンチャンあるね。でまだね、トレータもワンチャン残ってんじゃねえかな。いるはい。あれ先端さんだ。お？あ当たったかも。ん？いやー、トレッタークレジット足りんかったー。先端さんトレッターでいいんですよね。あちょっと待って。え？合ってる先端さんで黒。先端さんがトレッターだね。トレッタートレッター。HP ないんで帰ります。お俺も入るわ。間に合うかな。あった。あ、ごめん。はい、あ、やられた。あー、マジか。入っときゃよかったな、だったら。ちょっと助けの遅かったわ。あー、ごめんね。ミスった。いや、申し訳ねえ。あー。ごめん、ごめん。私、一人でよかったね。ごめんね。あと誰だ？いや、ギリギリだ。やられちゃった。じゃあ、寝れますね。ごめんなさい。はい、いやいやいや。降りてきなさいよ。いやです。なんで戦おうよ。いや、トレータークレジット2枚足りなかったからな。足りてたら完全勝利できてたな、これ。戦おうよ。ねえねえねえ。お願いお願いお願い。戦おう。5キルだ。うわっ！待ってー！助けてー！置いてかないでくれー！置いてかないでくれー！ああ、助けてくれー！お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。マジか、センターさん、ナイスです。ありがとうございました。いやー、あれ、救援物資、僕が開けてたら、多分完全勝利できてたな。トレータークレジット足りなくて、足も落とせなかったし。ラッキーさん落とせながら、ありがたい。ありがたい。いや、ベアトラップあれ、まさかだった。俺、全然、警戒しなかった。いやー、私の名前をちゃんと見ないと。ベアトラップの人。今日も忘れねえよ。トラップの人。これでいつもトレーター殺してるんで。もう忘れねえからな。いやー、ジージーでしたね。すごい、お互い良くて。でした。良かったですね。いや、でも、あれがなかったら負けてた。いい試合だった。ありがとうございました。いい試合でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、めっちゃジージーだったな、これは。いや最後3切りできると思わなかったな。大きい様々だな。大きいももらっといてよかった。確かに。やばった。相当殴ったんだけどな。確かに。いや、めっちゃいい試合だったな。過去最高にいい試合だったね。なんかどっちかがオーバーパワーとかじゃなくて。サバイバー側もいい動きしてたし。いや、いい試合でしたね。いやー、トレタークレジット2枚あったら完全勝利できたんだけどな。悔しいな。足りなかった。やっぱ面白いな、トレーター側。いめっちゃ連携できたからな。いや、ベアトラップありはまあ、ありだな。これはこれで、まあ、トレーター側も工夫しようあるし。これちょうどいいんじゃないか？毒食らったら死んだと思いましたね、あれね。応急があったから助かりましたね。終わったーって思った。もう、取れたクレジットあったらなーとか言ってたから。まあ、だいぶ削ってくれてたっていうのも、でかかったです。あと、あそこで勝ったのも良かったね。発電機の、ところで勝てたのも良かったですね。あそこ結構危なかったからな。応急あったけどめっちゃギリだったから、あそことやっぱ初手で中盤でノイズさん倒せたのと、いやー完全勝利できそうだったんだけどな。